佐賀の島は、五島列島の福江島の北西約4キロメートル、東、シナ海にある島である。長崎県五島市に属する。2010年国勢調査時点では、人口161人で、集落中心部を除く島のほぼ全域が、再開国立公園特別保護地区、または同公園特別地域である。カトリック教会と念仏踊り、 黄門米が同居する島でもある。面積3.16平方キロメートル、南北約3.3キロメートル、東西約1.3キロメートル、周囲9.5キロメートル。北の男だけと南の女だけというに火山がすそので、繋がった島で、その形から氷炭島に例えられる。島の地質はほぼすべてが玄武岩質溶岩と業界岩であり、 海岸はほとんどが海食崖、または天石海岸である。特に東、シナ海に面する西岸は男だけ、女だけの頂上付近まで山体をほぼ両断したように削られており、火山海食崖をなす。ここは火山の内部構造が露出し、噴出状況が顕著に示されていることから、学術的にも著名で1959年5月19日に、 長崎県天然記念物に指定された。男だけ、女だけの中間には、業界岸が侵食された断崖、洗浄時期があり、火山噴出物が幾重にも積み重なった僧侶を観察できる。植生は主に商用樹林だが、海浜植物を含む草原もある。五島列島古くは、遠島と呼ばれたるンの島、また、平家の落ちうどの島でもあった。島の名は、 佐賀のに由来するとも伝えられる。1507年、五島列島の領主であった、宇久家で起きた、玉の浦治めの反乱は、1521年に、佐賀の島へ追われた、玉の浦治めが自陣して集結した。現在も残る、女竹北六の小野神社は、玉の浦治めを祀る。1641年に、異国千円券番書が設けられ、1647年までは、 日本最西端の番所だった。この時期にも福江藩流刑地だったが、大村藩からの移住者もあった。20世紀中頃までは、サツマイモを主とした農業も盛んで、島は畑が多かった。しかし輸送コストがかかることや潮風の被害等により、農業は下火となった。現在は漁業が主流で、漁港には大型漁船も並ぶ。 大門デーという念仏踊りが伝承され、毎年8月14日に演じられる。1960年3月22日に、長崎県指定無形民族文化財、1971年11月11日に、国の選択無形民族文化財となった。2004年8月1日の市町村合併前は、南松浦郡三楽町に属していたが、市町村合併により、 後島市となった。島の東岸、三浦楽半島に向かい合った、浅い入江に集落と佐賀島漁港がある。北の竹原に、カトリック教会の佐賀島天守堂南の地下に、佐賀島平地診療所、後島市立佐賀島小中学校が建つ。島内には、国道、県道がない。集落の外には、再開国立公園区域内を観覧する展望台、園地、遊歩道がある。 島へのアクセスは、福江島西部の海津港から定期船、佐賀の島丸で約15分、航路約 6.2km、1日3往復だが、学校がある日は4往復となる。また海津港とミイラクを連絡するミイラク半島バスが定期船発着に合わせて運行されており、ミイラクとの移動はスムーズである。帰省客の他にも、釣り客や、天守道巡礼の観光客も訪れる。 ただし定駅線には自動車は乗せられず、台風や冬の季節風で東、品川が荒れると欠航も多い。島には高等学校がなく、中学校を卒業した子どもたちは当該へ進学する。ありがとうございます。